皆さんこんにちは。夕方5時になりました。ラジオの中の会社スカイロケットカンパニーと申します。私マンボウヤシロと申します。ラジオ業界月曜日からスペシャルウィーク突入しております。本日スカイロケットカンパニー4日目最終日でございますが、月曜日はですね、小林亜星さんのですね、メドレーから、その日はですね、本当に10曲以上流させていただきました。そして火曜日は稲垣吾郎さんからですね、許可を得てというかですね、パスをいただきまして、スマップメドレーから始まりました。ぜひラジコでまだ聞けますので聞いていただけたらなと思いますが、それを受けて昨日は何行くんだということで、ベストアルバムも出たというタイミングで BTSメドレーから行きまして、今日何行く何行く何行くとスタッフさんと話しましたが、これだということになりましたので、テンション高く行きましょう。さあ、スカイロケットカンパニー スペシャルウィーク4日目でございます。最終日でございますけども、今日はビーズから行かせていただいております。太陽の小町エンジェルから入りまして、つわものを走る恋心、ウルトラソウル、そして宇頂天と来て、今お聴きいただいているのが一部と全部でございます。この間6月9日ロックの日がありましてですね、まあ、あのクイーンだったりとかサンボマスターとかいろいろかけさせていただいたんですけども、その時にこの番組古くから聞いてくださってるラジオネーム稲葉さん大好きさんがですね、まあ、ビーズ大好きなんですけども、ロックの日なのにビーズかかんないのかって3時間の放送後にですね、悲痛に満ちた書き込みをしていたんですよ。で、僕それすごい引っかかってて、今日ディレクターさんに何行きますメドレーっつって、ビーズなんかどうって言われた時に、最高ですよってことで、もうガンガンと行かせていただきました。ツイッターも掲示板もですね、大いにビーズ祭りで盛り上がっておりますが、稲葉さん大好きさんから、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。興奮しすぎて腰ひねりました。ありがとうございます。腰をやったりましたよ稲葉さんさあ、ということでね、最終日今日もですね、夜の8時手前まで3時間の生放送でございます。ガンガン行きましょう。それでは本部長、そろそろ会議のお時間です。皆さん今日一日お疲れ様でした。今日良かった人も悪かった人も、明日を良い日にするためにアフター会議を始めよう。スカイロケットカンパニー、東京 FM より生放送、明日へののろしを上げるラジオの中の会社スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の花咲美穂です。さあ、今日も暑いですけども、今週はずっとですね、天候が不安定ですので、皆さん気をつけていただけたらなと思っております。様々なニュースありますが、今日もですね、もしかしたら途中で放送中にですね、緊急事態宣言に関してのニュースが入るかもしれません。ご了承ください。行っちゃいましょうかね、はい。さあ、今週のスカロケはスペシャルウィークです。豪華ゲストに豪華プレゼントと鉄壁の布陣となっています。お届けするのはこちら、スカロケ流極上レディオバケーション。今週のスカロケはスカロケ流極上レディオバケーションと題し、コロナで大変なご時世をちょっと脇に置いて、上手に現実逃避するためのヒントをシェアしていただきたいと思います。今週は掲示板に案件を書き込んでくださった方には、現実逃避資金として毎日5名様に1万円分の旅行券をプレゼントしているんですが、今日は最終日なので、はい、1名に5万円分の旅行券をプレゼント。ゴーゴーヘブン、1名様だけ行っちゃってゴーゴー、豪華ドッカウント。さらに毎日バケーションの過ごし方の第一人者の方々にお越しいただき、充実のバケーションライフについてお話を伺っていきます。月曜日は福田萌さん、そして火曜日は八代亜紀さん、そして昨日水曜日はバイキング西村さんでしたが、最終日となる本日のゲストはサバンナの高橋茂雄さんです。さあ、サバンナの高橋さんといえばサウナ好きとしてもおなじみでございます。現在ご自身の YouTube チャンネルで
サウナを建てるという企画を進行中です。そんな高橋さんにサウナの魅力なんかもお伺いできればと思っておりますし、サウナを建てるって何なんだっていうお話も聞きたいですし、ただ吉本の先輩でもありますので、はい、多少脱線した話になるかもしれませんし本当に今週はですね、さまざまなゲストの方が出ていただいてて、シンガポールから福田萌恵さん、リモートで出ていただきました。旦那のですねオレンタルラジオの中田あっちゃんの話だったりとか、それから八代亜紀さん、コロナ禍になってからのこう仕事の時間の使い方の違いだったりとか、それから10年後15年後何を、考えているかとか、どういうことをイメージしているかなんていう話も聞けてですね、新鮮でした。そして昨日水曜日のゲストのバイキング西村さんね、バイキングだとやっぱ小峠さんが有名ですけども、まあ、西村さんもキャンプでここ数年は有名なんですけど、どんな話になるかなと思ったら、今の時代にめちゃくちゃ合ってる人だなと思って、ゆっくりやりましょうよって、どうにかなるさっていう、びっくりしましたね。なんかまた改めて来てゆっくりいろんな話を教えてほしいなというか、なんかね僕たちはね、バイキングの西村さんに学ぶべきことがあるんじゃないかなって、なんか相談事をぶつけてもいいかもしれないと思いましたよね。そうラジコでまだ聞きます、皆さんもしよろしかったらということで、そして先ほど発表もありましたけども、ここまではですね月火水と5名様に1万円の旅行券でしたけども、今日は最終日ということで行っちゃいますよ。ギャンブル性高く一人勝ち一人占め、もうそういう言葉でいきましょう、ね、ゴーゴー。本当はねもう皆さんがね少しでも一人でも多くの人に幸せが行き渡る、これが理想なんですけども、最終日の今日だけは一人だけゴーゴー。いやーなんか俺も DJ っぽくなってきたな。さあてなんかどんどん僕のイメージじゃない DJ になってきてるの、すごいどんどんノリの軽いいや音につられやめて本当ということで皆さんもうこれはね独り占めしていただきたいんで、万円ですよ、はい、ゴーゴーイエーイ、独り占めしちゃって、独り勝ち最高スカイロケットカンパニーそんなんでしたっけ音部長って。いやちょっと恥ずかしいなさあということで、それでは本日もまずはこちらから、スカイロケットカンパニー社員実態調査。毎日働く皆さんの実態を調査するアンケートを実施、そして今回実施したアンケートはこちら、今も忘れられない元恋人はいますか。選択肢ははい、いいえの2つです。皆さんの過去の恋人でいい思い出はもちろん、悪い思い出も含め忘れられない人はいるのでしょうか。女性は上書き保存、男性はフォルダ保存とも言われておりますが、男性の方が多いのでしょうか。まあ男性女性とかっていう性別を言う時じゃないのは分かっておりますが、まあね男性の女性のっていうのは多少ね性別とは別に分かれているものもあるかもしれません。過去の恋人とはお別れしてから会ったことはありますか、どうですか、どうなんでしょうか。この間も書き込みでありましたね、小学生の時に付き合ってたのかなんで途中で別れてしまって全然連絡も取れなくなったのに偶然会ったみたいな、でもねその時も話すことはできなかった、博多に転勤してたみたいなね、なんかいろいろあって、もしかしたら東京にもう戻ってきてるかもしれないので、ちょっとね恋のケアソングとしてこの楽曲をみたいな書き込みもありましたけども、秘書は12年以上前に別れた方の、もうご結婚なさってる男性の方ですね、その方のインスタじゃなくてインスタですね、あの SNS 関連をフォローしないで覗き続けると、で子供がね生まれたりして男の子なんかがね、もう結婚なさってるからでそれをフォローしないでこそこそ夜とかたまに見て、その元彼の息子、ちっちゃい息子を見てどう思うんでしたっけ。彼もこんな顔だったのかな。うわー苦しい、ちっちゃい時こんな顔だったんだ。あーやめてください、苦しい、かわいいわ、やめて。でそれはもうやめたんだっけ、その習慣はやめた。最近もう全くしなくなりましたね。ああそうよかったですね、僕はね安心しましたよそれを聞いて。よかったです、進歩しましたかね、はいはい、なんか何かをいろいろ諦めたんでしょう、大きく
わふ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 わ。わふ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 わ。なんかそんな言われ方。まあいいですよ。はい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 。ということで行きましょう。一体どんな結果になったのか、アンケート結果がこちら。今も忘れられない元恋人はいますか？はい。62%。いいえ、38%。3人に2人ぐらいの方が忘れられない元恋人がいる。これ忘れられないっていうのは今でもやり直したいという忘れられないなのか、別にやり直したいわけじゃないんだけど、なんとなく心の中にいてしまうということなのか、あとはもう強烈すぎた、あーなるほどね、もうあんな目には会いたくないとか、なるほど、いい意味だけじゃなくて、あ、なるほど、悪い意味も全然ありますね。男性が今も忘れられない元恋人はいますか？はい、 68%、 約7割に対して女性が 53%、まあこれ 15% の開きがあるとはいえ、68と53なんで、はい、共に半数以上の方が、男性であれ女性であれ性別関係なしに、忘れられない恋人がいると。んでこれは世代が上がれば上がるほど多少は増えるんじゃないかなというふうに、経験の話なので、10代今も忘れられない元恋人はいますか？はい、 33%、20代 44%、30代 53%、40代 69%、 50代ほぼ一緒です、 67%、 60歳以上 76%。 お聞きください、松田聖子さんです。さあ、お聞きいただいているのは案件からの流れで松田聖子さんで、あなたに会いたくて、名曲でございます。ここで速報です。報道情報センターの梅中さん、お願いします。スカイロケットカンパニー。さあ、スカイロケットカンパニーでございます。先ほどアンケートの結果なども発表させていただきましたが、面白い結果になっておりますので、細かい数字気になった方はですね、番組のサイト、それから無料でダウンロードできるアプリからご覧ください。今も忘れられない元恋人がいると答えた方が全体で6割以上という結果になりました。さあ、そんなアンケートを踏まえまして、先ほど秘書もですね、この忘れられない元恋人はいい意味だけじゃないというようなことを言っておりましたが、本日の議題がこちら、極上の時間案件、忘れたいあの時間。昨日までは漢字で言えば極みの方の極上の時間とお伺いしてきましたが、よく僕らが生活してて使ったり目にする極上ですよね、はい、いい意味での、はい。最終日は地獄の極の方の極上です。どういうことなんですか？今日はあなたがもう忘れたいと思っていることを教えてください。失敗した話から恥ずかしかった話まで、皆さんの忘れたい時間お待ちしています。どんなものが来てるんでしょうか？神奈川県26歳女性、会社員のくるまるさん。くるまるさん、私は学生時代から10年以上片思いしている方がいました。いつか気持ちを伝えたいけど、今の関係が壊れたらとモヤモヤしていると、久しぶりに会おうよと連絡が、はい、モヤモヤも吹っ飛び、はい、2つ返事で OK しました。はいはいはい、ドキ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 と浮かれていて気づかなかったんですが、いつも会う時はカフェやオープンな場所なのに、なぜかその日は完全個室の居酒屋。完全個室の居酒屋？まあそういう気分なんだとスルーしていると、店員さんからお連れ様がいらっしゃいました、はい、と言った後ろから清掃をした知らない人が、え？〇〇さんと結婚を前提にお付き合いしているものですと自己紹介されました。
びっくりした、サプライズと笑顔の主役が出てきて、そこからあまり記憶がありません。あれ、書き込んでくださってる方は男性？女性です。あ、失礼失礼、女性だから、はい、女性が来たのか、見ず知らずの。はい。え今でも忘れてなかったことにしたい話です。いやー、なん、そっか、まあ、友達だと思ってるから紹介したかったってことですよね。彼はそんな鈍、まあ鈍感なのかな、忘れましょう嫌ですね、車主さん。これはちょっと、その後だって食事しなきゃいけないですもんね、うん、だって二人のイチャイチャした話も聞かなきゃいけないわけでしょ。あ、そりゃそうですよね。いや、こいつがさとかさ、この人がさみたいなさ、はい、いやー、でも相手の女性ってこれちょっと気づくもの、結婚で来た、その言ったら自分が結婚する男の人の女友達に対して、うん、だから浜崎さんが清掃してる女の人側だったら気づくものですか、はい、あれ、相手のこの女友達って言われて紹介されたけど、うん、この女性の方はうちの彼氏のこと好きなんじゃないかなって分かるもんすか。いや、もうそれが分かってて、その子がセッティングしたパターンもあるかもしれないじゃないですか。縁切ってよ、じゃあ私が会っても、なるほど、じゃあちゃんと合わせられるよ私のことっていう感じで、もしかしたらセッティングした可能性もなくはないじゃないですか。なるほど、例えば彼が毎回くるまるっているんだけどさ、くるまるがさっつってて、あれっていう風になってて、その、うん、男性側はくるまるさん好きじゃない感じは出てたとしても、どうやらエピソードを聞いてると、くるまるという女性が、うん、うちの彼を好きなのかもしれないっていうのはエピソードだけでも伝わってきて、うん、女性側がじゃあ合わせてよと。これでもその企んだ女性のことも悪くは言えないよね。じゃないと普通に彼女ですで挨拶もすみません。なるほど、結婚前提にお付き合いしていますうわー、酒だ酒持ってこい、ハンコ。スカイロケットカンパニー、小池屋歌エール。日本のジャガイモは美味しい、日本のポテトチップスの老舗小池屋の提供でお送りします。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウ八代です。岸の浜崎美穂です。ここからの時間は小池屋歌える。夕方5時台、ちょっと疲れが見えてくるこの時間、このコーナーでは曜日ごとの選曲テーマで働くあなたに音楽でエールを届けます。木曜日は懐かしい、リスナーの皆さんが子供時代や青春時代によく聞いたちょっと懐かしい日本の曲を紹介していきます。今日紹介するのはラジオネームキャベツタロンさんからの懐かしいリクエストです。キャベツタロンさん、はい、神奈川県29歳の方です。今日私がリクエストするのは大塚愛さんのさくらんぼです。はい、来た。リリースからはかなり時間を重ねていますが、今でもあのもう一回を聞くと昔のことを思い出し、友人に会いたいな、カラオケ行きたいな、明日も頑張ろうっていう気持ちになります。もう一回のを聞くと昔のことを思い出すと、うんうん、ああ29歳ということで、いつぐらいの時の友達なんですかね。あ、大学行かれてたのかしら、専門だったりするのかしら、高校生中学の時の可能性もあるもんな、うん、29歳だと、うん、もうこのさくらんぼね、かなり長い間名曲として君臨しておりますし、古いんですよ結構、はい、結構古いですから、もしかしたら中学高校ぐらいかな。いいですね、その曲を聴くことによって、うん、友人を思い出して会いたいな、カラオケ行きたいな、うん、みんなも頑張ってんだろ、俺も今日もとりあえず頑張ろうと、また会えるまで遊べる日まで、いいですね。なんかそういう曲で友情が距離が離れててもつながってるみたいな、ということでいっちゃいましょう。さあ、お聞きいただいたのはですね、2003年12月17日発売の大塚愛さん2枚目のシングルさくらんぼでございます。フジテレビ系バラエティ番組めちゃめちゃイケてるの、え、
2004年度エンディングテーマにも起用。え、めちゃイケのエンディングだったんですか、全然印象ない。めちゃイケももちろん好きで見てたし、さくらんぼも大好きですけど、そして第46回日本レコード大賞において最優秀新人賞を獲得、ちょっとねこのさくらんぼの思い出話あるんですけど短く話せないんですよ、どうしようかな、2分ぐらいかかるかもしれない、ちょっと長いか、オーディですか。うまく宣伝するな、うまく流動するな。アフターアフター会議ですか。アウディでやるわ、じゃあオーディ、おーアウディでやるわ、そうしましょう、そうしオーディの方で、いや、これね中川家の礼二さんが絡んでる話なんですけど、はい、それでこう中川家の剛さんがたまにこの番組聞いてくださってるってことだから、それも踏まえて剛さんこんなこともあったんですよみたいな話したいななんてね、ちょっとこれその話すらも懐かしい話なんですよ、聞きたいです。でもじゃあちょっと OD の方で、すいませんね皆さん、ありがとうございます、すいません。皆様からの懐かしいソングリクエストをお待ちしています。応募はスカロケのホームページから歌える特設サイトにアクセスしてください。採用された方には小池やお菓子の詰め合わせをプレゼントします。またこのコーナーの選曲プレイリストは Spotify で公開しています。 Spotify を立ち上げて小池屋で検索してみてください。スカイロケットカンパニー小池屋歌える、日本のジャガイモは美味しい、日本のポテトチップスの老舗湖池屋の提供でお送りしました。東京 FM スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ今日はですね、極上の時間案件、忘れたいあの時間。千葉県41歳女性会社員のアポカドさん。アポカドさん、はい。中学の時毎日日記をつけていました。学校のこと、友達のこと、好きな人のこと、はい、青春の悩み事などなど、こと細かく全てをさらけ出していたその日記を妹に生まれていました。うわー、きつい。同じ部屋で机の上に出しっぱなしにしていた私も悪いのですが、もう遅かった、絶対誰にも言わないでよって言っても、当時から口の軽すぎる妹には全く聞かず、好きな人のことが親、親戚、妹の友達と広がっていき、いつの間にか私のクラスにも広まっていきました。もう本当に忘れたいし忘れてほしい。それを経験してからは日記の類、紙ベースのものは信じられなくなり、一切記録を残すことはやめました。何事も残さないことが安全です。かなり仕事のできるスパイとして仕上がった感じがありますけどね。加藤さん、いやーこれはもうだって他の人に言ってない以上、妹一人にバレたおかげで、はい、身内はもちろんのこと、学校にも。すごい拡散能力ですね妹さん。いやー日記は見られたくないな。絶対嫌ですね。絶対、僕やっぱ10代20代途中まで書いてた、はい、ポエム帳だけは誰も。うわー、今読むと恥ずかしいですね。いやーね、一応しまってあるとは思うんですよ。どこかにあるんですか。どこかに、ネタ帳みたいなもんなんですけど、はい、ネタを書いてるページのその次のページにはポエムみたいの書いてたりとかっていうのがあって、ぜひ書籍化を。いやいやいや、誰が欲しいんだよ。欲しい。いやこれはね、なんか覚えてるのありません？いやいや、もう生きるとか死ぬのことしか書いてないですよ。もうすごい、あ、すごいどぎついタイプのやつですよ。本当の。太宰治を一番読んでた時の、キャー、何個。日記は残すのやめましょう皆さん。捨てましょう。もう茨城県37歳女性専業主婦のはちみつたまちゃんさん。はちみつたまちゃんさん、はい。私の忘れたいあの時は、
両家顔合わせの時です。はいはい、たまちゃんさんご結婚なさってるってことかしら。はい、結婚が決まり、両家の顔合わせをホテルの個室でやることに。はいはい。夫側は夫の両親、夫の姉、兄嫁が、私側には両親に兄、祖母が集まりました。こちら側は両親、兄、まあ、4人家族プラス祖母、はい、5人で食事をしながら和気あいあいと楽しい雰囲気で時間は過ぎていきました。両家顔合わせということで変な失態を犯すことなく、なんとか終わりに差し掛かろうとしたその時に、祖母が突然、この孫はね気が強いから大変だよと。はいはいはい、おばあちゃんいいじゃないですか、気が強いよ、うちの孫はっつって爆弾を投下したんです。はい。私側の両親などはその言葉に凍りついて、夫側は苦笑いしながら、いえいえそんなことないですよとフォローしてくださっていました。はいはいはい。私は赤面で、穴があったら入りたい気持ちで極上の時間でした。おばあちゃんいいですね、なんかそういう風に。でもね、そこでダマちゃんさんがね、気なんか強くないよって言ったら、すごい矛盾にあふれた空間に一瞬になってしまうかもしれないけども本当に、ね、僕もね、その身内の、まあ、両家顔合わせみたいなのに立ち会わせてもらったことありますけども、はい、その自分の兄弟がね、まあ、結婚するってなった時に、そのなんていうんですか、そのうちのお母さんがいて、はい、まあ、兄弟がいますよね、こっち側に、うん、向かい側にいらっしゃるこう旦那様になる方が義理のお兄様になると、うんうん、向こうのお父様お母様もいらっしゃってて、はい、うちの兄弟はその向こうのご両親のことをお父さんお母さんって呼ぶんですよね、これからは、うん、ご結婚なさったら、はい、その弟である僕は何て呼べばいいんですかみたいなこと聞いて、すごい変な空気にそのなんかちょっと変な空気になりそうだ、ね、なったの。なんかいや純粋にさ、ちょっとお酒飲んでたのもあるんだけど、なんかそのなんて呼べばいいの、そのさ、兄弟の義理のお父さんとお母さんってなんて俺も別にそんなのその場で聞く必要なかったんだけど、もうめちゃくちゃその場でクエスチョン出ちゃって本当に素直に聞いたんですよね。本当に何言ってんのみたいな、うちで一緒についてきてくださってた親戚のおじさんとおばさんにも何言ってんのっていう、この怒ってる時のトーンのね、ひろゆき何言ってんのっていう、そので、僕は箸ちゃんと持てないから序盤に出た茶碗蒸しのスプーンで全部食うっていう、そっちの方が気になりますけど序盤に出た茶碗蒸しのスプーンで出てくる料理を全部食い続けるっていう、それも後半で逮捕されるっていう忘れた。あのね、両家顔合わせって怖いよね。怖いよ。出たことあるでしょ。ないです。え、だってお兄ちゃんご結婚なさってるじゃん、うん、出なかった。両親だけです、ね、どちらも。そう、うん、怖いよ。いや、だから今ちょっと、うん、だからたまちゃんさんの書き込みもすごいわかるんですよ、うん、微妙な空気ちょいちょい流れるから、うん、ハンコ。さあ、本日6月17日はですね、嵐の二宮和也さんのお誕生日ということでございます。二野さんお誕生日おめでとうございます。お聞きいただいているのは嵐でワンラブ。さあ、本日の議題、極上の時間案件、忘れたいあの時間。今日は掲示板に書き込んでくださった方から1名の方になんと旅行券5万円分をプレゼントしますので、チャンスがありますよ。ぜひ書き込んでください。お待ちしてます。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。記者の浜崎美穂です。さあ、6時になってません、失礼いたしましたさあ、極上の時間案件、忘れたいあの時間でございます。長野県36歳男性、会社員のマコレナさん。マコレナさん、長野県からありがとうございます。忘れたい時は10年ちょっとくらい前ですね。当時付き合っていて結婚寸前だった女性がいました。はい。しかしやけに秘密が増えてきたところ、不審に思って調べたら、まず週3でホスト通いをしていることが判明。あー、そっちか。
付き合っていた時間すら無駄に感じるものでした。ああ忘れたい。ホストに行くことが決して悪いことじゃないですよね。これは別にお付き合いしてて夜の店行く男性の方もいるわけですから、はい、その嘘をついてまで行っていたというね、秘密があると。それから使っていた金額なんかももしかしたらその分ね、マコレナさんが何かご馳走したりとかそういうのしてたかもしれないですけども、それはなんかお金ないって言ってたりとかしたかもしれないし、その辺のここには書ききれない細かい行き違いが急に虚しくなるんでしょうね。決してホストは本当に悪いことじゃないとは思いますんで、はい、ちょっとねそういうなんかだからいいとか悪いっていうのは2人が決めることであって、ただ嘘に関しては後でバレた時にすごくこう虚無感を味わうようなことって、もう一気に信頼関係崩れちゃいますね。ありますよね、気をつけたいですね。ハンコ、タイヤの品揃えならイエローハット、タイヤの取り付けならイエローハット、タイヤで選ぶならイエローハット。6時です。聞いてる、あなたも我が社の社員。スカイロケ、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 会社員だけ。とはリサーチあれ。東京FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。時刻は6時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。6時でお仕事終わった方々お疲れ様でございます。お疲れ様です。さあ今日のスカイロケットカンパニーはですね、スペシャルウィーク最終日となっております。はい、議題は極上の時間案件、忘れたいあの時間です。忘れたいの方です。地獄の極で極上です。はい、メッセージ、スカイロケットカンパニーの公式社員アプリまたはウェブサイトにある社内掲示板にお願いします。公式社員アプリは無料でダウンロードできます。掲示板に案件を書き込んでくださった方の中から今日は1名様に5万円分の旅行券をプレゼントしますので、しましたね、1名様に5万円ゴーゴー。いやこれ恥ずかしいですよ、やめてくださいこの音。ただね、昨日までは5名様に1万円ずつだったんですけども、今日はひっくり返ってですね、もう一人総取りですので、どんどん書き込んでいただけたらなと思っております。そして日々いろいろなニュースがあって、スタッフさんがプリントアウトしてくれて入れてくれるんですけども、はい、須田将暉さんと小松菜奈さんの同棲開始っていうのを3枚ぐらい入れるのやめてもらっていいですか。じゃコロナ関連とかいろいろあるでしょう。正直言いますよ、小松菜奈さんファンとしてなんか仕方ないというか、別にお祝いもしたいんですよ。いいことじゃないですか、はい、ね、タレントさんがね恋愛しちゃいけないわけじゃないし、いいじゃないですか、はい、ね、なんかこういうのをねわざわざ言うのもどうかなってね、ニュースになるのもかわいそうだなと思うんですよ、タレントの方も。ただね、見たくないのこのニュース。流さなくていいのよ須田まさき。聞くの？ちょっと聞く？さよなら系ね。さあということで、ここからの時間はこちら。この時間は我がスカロケリスナー社員の皆さんからの今日頑張ったこと、大変だったこと、嬉しかったこと、そんなメッセージをご紹介します。スカロケからお疲れ様と言わせてください。それではどんなメッセージが届いていますか。神奈川県39歳女性、会社員のマリリンに会いたいさん。マリリンに会いたいさん、今日嬉しかったこと、それは念願のソファーがお家に届きました。ソファー来たー。ずっと長く使っていたソファーがボロボロになって、去年不用品として処分してから早1年。ネットで検索したり、いろんなお店で可能な範囲で見に行ったりしましたが、なかなかいいものに出会えず、一度だけこれがいいってものに出会ったのに、家の階段や廊下が狭くて運搬できずに搬入できずに断念したこともありました。なるほど。今
回届いたものは予算を大きく超えてしまい前回諦めたものの3倍以上はしましたが、3倍以上の予算のソファ注文してから1ヶ月半やっと手に入れました。今日からはこのソファーでゆっくりビールを飲んでくつろぎたいと思います。もううちのソファー、うちソファーがあるんですけどね、はい、あの4つ区切りなんです、うん、ほうほう、4つ区切り、4つに区切れてて、まあ、はい、位置変えたりすることができるんですね、はい、そのうちの2つはもう死にまして、ボロボロに、はい、捨てまして、あ、そのうちの2つが生き残ってるんですけど、うん、1つも綿出まくってます、うん、今もうダメじゃないですか、はい、もう背中もおかしいし、なんかもうどっかから針金みたいなのが体に、もうソファーじゃないですよ、刺さるような痛みで台本毎日書いてますから買いましょう、新調しましょう、ソファー買わなきゃなと思ってるんですけど、うん、ソファー来るってテンション上がりますよね、大きな買い物ですもの。それでは本部長、リスナー社員のマリリンに会いたいさんへ向けて乾杯しましょうか。初めの予算より3倍もしたけど買ったってことは良かったんでしょ、気に入ったんでしょ、うん、好きなんでしょ、そのソファー、いいソファーやってきましたね。生活がですね、豊かになることと思います。飲んじゃってください。おっと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 。マリリンに会いたいさん、お疲れ様です。乾杯。東京 FM スカイロケットカンパニー、お聞きいただいたのは東京 FM ブランニューソング、歌とピアノの二人組、月の満ち欠け。6月12日レコードスターデーの日にリリースした7インチシングルレコードから、住んでいた街ででした。スカイロケットカンパニーです。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。来週木曜6月24日のゲストは放送作家の増本壮志さんをお迎えします。秘書の浜崎美穂です。はい、ということで、放送作家、様々なテレビ番組を手掛けている増本さんでございますけども、吉本の大阪の NSC のご出身です。同期にですね、次長課長さんがいらっしゃったりとか、野生爆弾さんいらっしゃったりとか、する中で、早めに芸人の道を、諦めてという言い方が合ってるのかわかりませんけども、作家を志して、東京の吉本の劇場で僕は出会うことに、なります。それからまあ年月を経てですね、増本さんが本を出されたということで本を送っていただいて、はい、当時大阪時代の暮らしをご自身のことも含めながら、まあ一応フィクションという形で書いてらっしゃるんですけど、途中までまだしか読んでないんですけど、すごく面白くて、はい、でなんかタイミング合えば番組にみたいな話にお互いなって、その時に増本さんがお土産を持ってきてくれるらしいんですけど、はい、1997年に僕がですね20歳の時、うん、吉本興業に出した履歴書を増本さんがなぜか持ってるんですって、うわすっごい見たいですね。いや俺マジで見たくないのよ。うわ気になりすぎますよ。当時劇場が閉館になる時に、はい、こういろいろゴミの中に、当時の芸人の履歴書を混ざってたらしくて、はい、増本さんがそれを大事に保管してくださってたんだ、でして、で、その当時の芸人に一人ずつ今返す作業をしてるんですって。ああ、なんか素敵。そうなんですよ。当時の自分を思い出しますよ、本部長。思い出したくもないです。今日の案件と一緒だよ。なんで？地獄の日々だぜ。太宰治毎日読んでポエム書いてる時だよ俺そういう時にその履歴書を書いたわけですよね、思いを持って。いや恥ずかしくて。それはなんか志望動機みたいな、書いてると思う、書いてると思うけども、もう私に音読させてください。え、私に音読させてください。いやもう俺すぐ食べちゃうここでマルサの女みたいなこと、もうその書類すぐ食っちゃうから家にポエムはありますけどね。あ、ポエムも。いや、それは持ってこないですよ。本当に、本当に嫌なんで。
オーディの方で。全部オーディ。何でもオーディに持ってこ。何でもオーディです。ちゃんとね、放送第一に考えてますんで、皆さん。はい、大丈夫です。はい、ということで、さあ本日の議題は、こちら極上の時間案件、忘れたいあの時間。東京都26歳男性、会社員のバタフライエフェクトさん。バタフライエフェクトさん、皆様お疲れ様です。お疲れ様です。初投稿になります。ようこそ。本日の案件ですが、部活動のことで忘れたい時間があります。当時水泳をやっていました。中学3年生の際、全国大会の標準記録に 0.03 秒差で届き、届いた、はい、全国大会に出場することができました。すげえすげえすげえ。しかしその後は全然記録が伸びずに、うん、高校時代は関東大会に出場するのがやっとでした。それでもすごいんですけどね。でもご自身は中学で全国出てるから。原因としては、はい、中学時代の実力にうぬぼれていて天狗になっていた部分があったのだと思います。天狗でうぬぼれても関東行っちゃうポテンシャルがあるってことですね。僕の天狗加減は今思うと凄まじく迷惑であったなと思っています。うんうん、高校時代の記録の伸びのなさにびっくりするくらい泣いたことも残念ながら鮮明に覚えています。うん、天狗になっていた中学時代の自分を忘れて浄化させてください。本部長、秘書。僕中学までサッカーやってて、はい、スラムダンク読んでマイケル・ジョーダンが流行って、うん、休み時間とか放課後とか、それから中3の夏のサッカーの大会が終わった後、時間見つけちゃずっとバスケばっかやってたんですよ。はい、中でも外でも、うん、で高校バスケット部に入って、本当ルカ・カエデみたいになりたくて、受験までわざわざして千葉の田舎から東京の世田谷学園というところ、本当全国大会出るようなところに入ってレギュラーになれると思って、で部活出て1回目の練習で全身12箇所ぐらいつって。え、練習でです。練習でサッカーの筋肉とバスケの筋肉が全く違くて、腰を下ろしてちょっとずつ歩いたりとかジャンプしたりとかってあるじゃないですか。はい、あれ全くサッカーと違う筋肉で、ほんとフットワークの練習だけで12箇所ぐらいつって倒れたんですよ。わー。で親元離れて学校通ってましたし、3ヶ月は頑張って部活出たんですよ。周りで他の中学のキャプテンとかも入ってきてたんだけど、推薦ばっかりでみんな辞めてく中、僕は地元も離れてきてるから頑張んなきゃと思って3ヶ月やったんだけど、どうしても練習の邪魔になってる自分が辛くて、強い高校なんで、で学校もあんまり行かなくなって学校辞めるんですよ。で僕なんてね、何の実績もないのに自信たっぷりで何の実績もないのにバスケの漫画とジョーダン見て天狗になって全国レベルの高校入って打ちのめされる。これがね、20代前半まで精神的に結構傷でしたね。情けないというか、学校を行かなくなって転校したってことが、今思えば大人になって40超えてますんで、なんてことはないですよ。芸人になって辛いこともいっぱいありましたし、そうじゃないんだけど、やっぱりなんか20歳前後ぐらいまではすごく大事な思春期で大きなつまずきをしてしまったような気持ちで、なんかね、なかなか消化浄化できなくて、どちらも辛かった。で今まだ26歳ということで、バタフライエフェクトさんが近いんだと思うんですよね、記憶が。だけど僕ここまでね、ご自身でね、天狗になってしまってって書いてくれてるってことは、俺ね、でもね、なんか人生何度かぐらい天狗になってもいい気もするんですよ。スポーツ選手とかのインタビューを見てても、若い選手の方も受け答えしっかりしていて、やったーって最近聞いてないんですよ。まずは周りの方に感謝とか、応援してくださった方に感謝しますって言葉から入るんですけど、なんかやったやったぞとか、最近ちょっと競馬のレースなんかでもジョッキーの方々が割と感情を先に出してから周りの方への感謝を述べたりしてて、僕はなんかね、もっとスポーツ選手っていうのはエゴイストであっていいと思いますし、なんか感情が洗練されすぎてるなと思ってて、いいことなんだとは思うんですけど、それと同じように10代20代の方々は
そんなに洗練される必要ないというか、このバタフライエフェクトさんみたいに一度辛い思いを経験しなきゃいけないかもしれないし、打ちのめされなきゃいけないかもしれないけども、これも込み込みで人生であり成長でありだと思うんで、俺なんかいいと思うんですよ。で30代40代になってもなんかね、自分が頑張ったことで成果が出た時はちょっとぐらいうぬぼれてもいいと思うの。芸人の世界でよく話すの、ちょっとテレビ出始めてうぬぼれたらすぐ番組呼ばれなくなる、すぐ足元すくわれる、はい、でテレビの世界で1ランク上がったら、そこでもやっぱり両手手放しで喜べばすぐ足元すくわれると、いろんな人と話してて、一体いつになったら喜ぶこと、うぬぼれることができるのかって話してて、なんかね、天狗になったりうぬぼれることがいいことじゃないのはわかるんですけど、じゃあ絶対ダメかっつったらそんなこともないと思うし、そこから勉強できることもあると思いますし、いい経験をしたし、ご自身でわかってるんで、エフェクトさんは、もう一回ぐらいうぬぼれる、天狗になるぐらいのところまでちょっと汗水垂らしてやっちゃってみたらいいんじゃないかなと思いますね。もううぬぼれないじゃなくて、僕もね、人生でもう一回ぐらいうぬぼれたいですよ、はい、あのね、何の実績もないのにね、誰よりもバスケが上手くなれると思った、あのね根拠のない自信にあふれていたね、あれをね、もう一回ぐらいやったっていいじゃないかと、はい、共に行きましょうよ、ハンコ。スーパービーバーらしさです。聞きながらいろいろまた考えてしまいましたが、10代20代の方でいろいろ傷を抱えてる方がいると思います。傷の大きさは人それぞれですし、感じ方も人それぞれなので一概には言えませんが、そうですね、なんか傷がなくなることはないですが、その傷を受け入れられるようにはなる可能性はあると思いますので、それは多分こっから今皆さんのその現状から何かをガーッとやってみて、いいな、いい、よかったな、やってよかったなって、この先にですね、何か自分を褒められるような何かが作れれば、過去も少しずつ受け入れられることだと思うんで、あまり過去にとらわれずに、まずは今やれることとか、やりたいことをですね、ガンガンやって、たまにうぬぼれていきましょう。うぬぼれたい、僕も。うぬぼれる日が来るといいな。なんか、あいつ最低だな、あいつもほんと終わりだなぐらいうぬぼれたいっすね。あいつの番組も聞いてらんねえな、うぬぼれ強くてって言われるぐらい。で、そこから半年で仮に終わっても、はい、もう一回ぐらい人生で死ぬほどうぬぼれがあるんだったら俺いいわ、もう。さあ、極上の時間案件忘れたいあの時間でございます。続いては、メールフォームに届いています。メールフォーム、はい、はい、15歳以下の女の子。あら、どうしたの。ラジオネームは定期テスト前日さん。定期テスト前日さん。私はモヤモヤしています。何を。隣の席の男子が他の女子と話しているとなんか嫌な気持ちになります。ん、その男子はめっちゃモテてて、私とは友達みたいな関係です。私もその男子のことを話しやすいなーぐらいにしか思っていなかったのに、なんだろう、この胸がざわざわする感じ、忘れたいというか知りたいです、この正体。いやー、もちろん当たり前のようにラジオ聞いてくださってる皆様と同じように喉仏ぐらいまで答え出てますけど、出てきてますね。やぼったいよな、こういう言っちゃうっていうエンタメもあるけど、それこそが何々だよなんて大声で言いたいぐらいですけども、いやー、やぼったいですよね。言いたくないですよね、なんかね。何なんでしょうね、今まだそれに名前がない状態だと思うんですよ。そうです、まだ。例えば、お月様見て、ああレモンみたいな形してるなって子供が言った時に、
ツイッターで仮に誰かがつぶやいたら、いやそれ何々の月って言うんですよ、上限の月とか、いやそういう話なんかさ、意味わかるでしょ。はい、そういうことじゃない、そういうなんか知識の話じゃないんだって、うん、名前の話じゃないんだよっていう、うん、そのやぼったいことが起きやすいじゃないですか、今 SNS があるから、でこれももちろん名前はついてるんですけど、うん、ただこの定期テストちゃんにとっては名前がないんですよ、まだ、うん、まだそう、まだないんですよ、うん、ただねこれだけは言っときたいのは、その今名前のないなんか変なモヤモヤしてる感情っていうのは、うん、今後も付き合っていくことになるし、うん、今後長い人生において、うん、それが一番大事になるから、うん、モヤモヤしといてちょうだい、うん、してちょうだい。ハンコ。15歳以下の女の子からの書き込みでしたので、14歳かもしれなければ10歳ぐらいかもしれないですけどね、どういう風に楽曲を聴いてくださったでしょうか。バックナンバーの楽曲ですね。バックナンバーで恋。嘘。読んじゃった今。うん、読まないと思ってたんですけど。いやだもう。嘘でしょ。One morning.スカイロケットカンパニーをお聞きの皆さん、お疲れ様です。ゆうじです。お疲れ様です。吉田明夫です。今週のワンモーニングは乃木坂46とのスペシャルコラボレーション企画、フィンガーズクロスと占いを実施しています。朝6時台に乃木坂46のメンバーが日替わりで今日の星座別運勢ベスト3、そしてワーストを伝えてくれます。最終日の明日は久保しおりさんが登場です。お楽しみに。そしてワンも恒例、食べ歩きライタームニグルメさんが選ぶおすすめグルメを日替わりでプレゼント。本日プレゼント分のマカプレッソ人気トップ6個セットは今晩11時59分までワンモのツイッターをフォロー&リツイートでエントリー可能です。ぜひご応募ください。さらに松山英樹選手がメジャー2冠目を狙う全米オープンの見どころにもフォーカスいたします。東京 FM ワンモーニングは明日も朝6時スタート。本部長、私がプロレスやりたいと言ったことに対して、しっかりとこう付き合ってくれると表明してくださってありがとうございます。ですが確かに僕自身好き、全くない、何でもできるマンです。自分で言いますかそれ。なので自分でもこう隙を見つけて、その隙をぜひついていただきたいと思いますので、もう少々お待ちください。これからもよろしくお願いします。お願いします。ないんだ、好き。なんとか隙を見つけてこちらもですね尽力して進んでいきたいなと思いますし、ダンスがあんまり得意じゃないというような朝情報をちらっと聞きましたので、ダンス対決も近いうちにできたらなと思っております。ソニーソンポプレゼンツナイトライブメモリー、ソニーソンポの提供でお送りします。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ここからの時間はソニーソンポプレゼンツマイドライブメモリー。一人でのドライブ、好きな人とのドライブ、家族とのドライブ、ドライブはただ運転して移動するだけではありません。そこには楽しかった思い出、ドキドキした思い出、ちょっと切なかった思い出、いろんなエピソードがあるはず。このコーナーではリスナーのあなたからいただいたドライブにまつわるエピソードと思い出の一曲を私秘書による朗読で彩ります。皆さんからいただいたドライブメモリーを浜崎監修の脚本チーム浜崎レーシングが脚色させていただき、エッセイ風にお届けしています。はい、脚色チームがありますので、どんどんですね気兼ねなく書いて送っていただけたらなと思います。採用された方には浜崎レーシングオリジナルトートバッグとオリジナルステッカーをプレゼントします。はい、ここで浜崎レーシングのプチ情報をお送りする浜崎レーシングニュースです。まあスッとドライブメモリー言ってほしいんですけどね。ツイッターハッシュタグスカロケのドライブメモリーに関する書き込みを、ダーコさん、ドライブメモリーいい話でしたが
サカサ軍団のタイムラインに笑ってしまった。カサカサしてる人が多いらしいんですよ、世の中には。カサカサ軍団という謎の集団の存在も気になるところですが、カサカサ軍団の皆さんにはどう聞こえているのでしょうか。できれば潤いになればいいのですが。カサカサの人には潤いってもうないからね。カサカサ軍団の皆さん、今後ともよろしくお願いします。潤い、普通の人で言ったら潤いってものが響く、痛いっていうのがカサカサ軍団の特徴だから、もう潤いようがないんだ。で、多分来週あたりも前から言ってる通り、カサカサ軍団のための案件はあるはずなんで、もうそれだけを待っててください、本当に。このドライブメモリーに関しては基本カサカサなエピソードないです。基本ないですから。ないですね。そうなんですよ、うん、はい。それでは今週は東京都ラジオネームよっちゃんさんのドライブメモリー。私のドライブメモリーは娘の引っ越しの時の話。この春から娘が空港職員になることを夢見て、千葉の大学に進学し、寮生活を始めることになったんです。そして、引っ越しの日、私と妻も一緒に車で千葉に行き、引っ越しを手伝いました。一通り終えて、いつもと変わらぬ感覚で娘に、じゃあな、気をつけて頑張れよ、と言って、家路に着きました。そして東京に向かうアクアラインを走っていると、娘から LINE が来たんです。そこにはスミカさんの10時の方角のミュージックビデオが貼り付けてありました。私も妻もスミカさんが好きで、片岡さんがスカロケに出演なさった時に衝動的に購入してからなので、超初心者なので、まだ十字の方角は知らなかったんです。スミカらしい綺麗なメロディーだなーくらいの感じで聞いていたんですが、助手席の妻が歌詞を調べているうちに号泣し始めたんです。え、何、泣いてるの。あんまりびっくりしてそう言うと、妻がその歌詞を朗読し始めました。すると私も勝手に涙が流れていました。娘はもともと引っ込み思案で、出かけても一人で食堂に入れずで、何も食べられずに帰ってくるような子だったのが、どんどん大人になり、今では一人で夢に向かって戦っています。まだまだスタートラインに立ったばかりです。その成長と歌詞がリンクしたのか、号泣しながらのドライブになってしまいました。娘よ、お父さんお母さんはずっと応援はしてるから、やるだけやってこい。でもたまには帰ってこいよ。その時はスミカをかけて迎えに行くよ。お送りしたのはラジオネームよっちゃんさんのドライブメモリーソング、スミカで十字の方角でした。めちゃくちゃいいですよ、曲も重なってめちゃくちゃいいですよ。ただこんなにいいドライブメモリーの前に、うん、カサカサチームの話いらなかったんじゃないの。俺なんかカサカサチーム、これどういう風に聞いてんだろうと思ったら、うん、カサカサチームからしたらこの感じ響きすぎてると思う、ちょっと本当に逆にカサカサし始めてんじゃないかな。そこだけ懸念は、はい、はい。ドライブメモリーはウェブサイトでいつでもお楽しみいただけます。これまでの放送回と未放送分も含めてソニーソンポの特設ページにアップされています。こちらソニーソンポのトップページから、またはスカロケのホームページからマイドライブメモリーの特設サイトにアクセスして、ぜひ音声配信でもお楽しみください。ドライブがあなたの素敵な時間になりますように。
ソニーソンポプレゼンツナイトライブメモリー、ソニーソンポの提供でお送りしました。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。さあ今日は極上の時間案件、忘れたいあの時間でございます。茨城県37歳女性、専業主婦のはちみつたまちゃんさん。はちみつたまちゃんさん、はいはい、私のあれ、はい、今日読んだ、今日読んだような、昨日読んだ、いや読んでますね先ほどの、はいはいはい、別のことも書いてくださったのかしら、はい、はい、私の極上の時間はディズニーシーで起きました。夕方になりお土産をそろそろ買おうということになりました。私はディズニーグッズが大好きで夢中で見ていました。欲しいグッズが見つかって、彼の腕をつかみながら、ねえどれがいいかなといろいろ見比べていました。甘い時間ですね、ディズニーで何がいいかななんてお土産選びながら。その状態で5分ほど悩み、どれにするか決まり、じゃあこれにすると後ろを振り返ったら、腕をつかんでいた人は彼氏ではなく全く別人のお兄さんでした。おう、私の思考は停止し、一気に青ざめました。うーん、そういうごちか。男性に大変申し訳ありませんと平謝り、ミッキーだよって男性はいえいえと言いながら、捕まれた時はどうしたらいいのか悩んだよと大笑い恥ずかしいやら申し訳ないやらで、今度は赤面、消えてなくなりたい気持ちになりました。夢の国の出来事ですのでね、はい、夢の一つとしてなんか他の空間だったらもっと恥ずかしかったり、相手もいやどうしていいか分かんなかったですよみたいなところまで行けなかったかもしれないですけど、はい、このやっぱり夢の国という特別な空間が、こういうミスももちろん恥ずかしいんですけども、相手もいやどうしていいか分かんなかったですよとかっていう会話をね、日本人だとあんまりそういう会話まで行かなかったりすることもありますけど、まあなんか OK じゃないですかね、これも含めていい思い出というか、彼も笑ってくれたと思いますしね、その後にね、結局何買ったんでしょうか、なんか僕はひっくるめていい思い出なんじゃないかななんていうふうにも思います。あんこ、東京 FM スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。時刻は7時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。7時でお仕事終わった方々、お疲れ様でございます。お疲れ様です。さあここで番組からのお知らせです。はい、たびたびお話ししていますが、スカロケは無料のスマホアプリオーディでスピンオフ番組スカロケアフターアフター会議を毎週金曜日の夕方5時から配信しています。こちらは放送後のフリートークが楽しめるようになっています。アフターアフター会議で話してほしいテーマなどもあれば掲示板に書き込んでください。はい、ということで、今週はまだ収録しておりませんので、今日の放送後にですね収録させていただけたらなと思っております。明日、5時からの配信ってなっておりますのでお楽しみに。おそらく来週月曜日に、はい、僕が日本ダービーで競馬で取ったお金の還元セールみたいなのどうしようかという話だったりとか、先ほど話してた、大塚愛さんのですねさくらんぼの、カラオケの歌の話だったりとか、その辺をちょっとさせていただけたらなと思っております。まあオーディー聞かない方もいらっしゃると思いますけども、来週の月曜日は何か還元セールしますので、
プレゼント皆さんにお渡しできるような企画を月曜日考えてますので、ぜひ、はい、待っていていただけたらなと思います。さあ、フリーメッセージを一つ。はい。群馬県男性30歳のアミナータさんです。うん。職場の女の子というタイトルです。はい。もうやばい。好きで好きでやばい。好きすぎてやばい。もう本当に好き。好き。マジで好き。あーもーって書いて。心の声全部。あーもーって書いて。うわいいですね。最高だ。なかなかね、叶う叶わないで胸の苦しさ変わるとは思いますけども。うん、好きな人がいるっていうのはいい時期ですよね。それだけで。ね。はい、なんかこう、頑張ってみようと思えたりとか、うん、その人見るだけでこう細胞が騒ぎ出したりとか、いいですよね。生活がどんどん変わりますよ、はい。うん、大いにね。まあ、カサカサ代表の二人が喋ってますんで、あれですけど、好きな人いるっていいよねっていう、すごい。さあお聞きいただいてるのは岡村康之さんで大好きです。さあここからの時間は スカロケ一番搾り、やっぱりビールは美味しい、嬉しい、キリン一番搾りの提供でお送りします。この時間は曜日代わりでスカルケの一番絞りなコーナーをお届けしていきます。木曜日は一番カラオケ。今の気持ちを曲に乗せて歌の一番だけを歌っていただく一番カラオケ。はい、どういうコーナーでしょうか。リスナーさんに電話をつないでアカペラで一番を歌い切れるかどうかにチャレンジしていただきます。なるほど。あまりにひどい場合は鐘の音で強制終了というシステムもございます。厳しい。ただし出演してくださった方にはキリン一番搾り 350ml 缶1ケース24本入りをプレゼントします。それでは行きましょう。一番カラオケ、今日歌っていただくのは誰でしょうか。もしもし。もしもし。こんばんは、スカイロケ。こんばんは。あ、失礼。こんばんは。こんばんは。こんばんは。スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。下野浜崎美穂です。ラジオネーム教えてください。ラジオネーム怪盗キッズです。怪盗キッズさん。怪盗キッズさんは今おいくつですか。今21歳です。21歳。はい。働いてます。何してます。あ、大学3年生です。大学3年生。就活どう。あ、就活は4年生からなのでまだ大丈夫です。まだなのか。あ、はい、4年生からなの、あれって。そうですね。あ、そうか。どうですか、大学生活。そうですね、オンラインの授業と対面の授業が半分半分で少し寂しいですね。うんうん、そうだよね。去年よりは少しはキャンパスに行けるようになってます。はい、なりました。あ、よかった。ちなみにどこ、キャンパスはどちらにあるの。僕今長野県に住んでいて。あ、長野県。はい、はいはい。松本にキャンパスがあります。で、その近くに住んでる。はい。松本、長野ってこのどういう感じ、この街の様子とかコロナに関しては。うん、そうですね、東京とあまり変わらないですね。やっぱりみんなもちろんのようにマスクして、夜は外にあまり出ないようにして、はい、休みの日はまあ必要なものがあれば昼間買いに行ったりみたいな。あ、そうですね。はい。あまり飲みに行ったり騒いだりとかイベントがあったりすることもなく。ないですね。なんかこう淡々と時間が過ぎてくよね。そうですね、なんか毎日同じことの繰り返しのような気がします。わかります、すごくね。学生さんも大変だと思うけども、スカロケは長野で学生、大学生やってて、どういうタイミングで知ってくださったの。うん、僕が浪人をしておりまして、うん、その時にもともとスクールオブロックの生徒で、あ、はい、たまたま聞いていたら、うん、まあ、聞き覚えのある声だと思ってスカロケを知りました。僕が喋っていた時のスクールオブロックは聞いてないけども、スクールオブロックの生徒ちゃんは生徒ちゃんなんだ。あ、聞いてました。え、15年前。10、あ、でもやめたの、そっか、9年ぐらい前までは喋ってたから、小学生ぐらいで聞いてた。はい、あ、そうですね。はい。マジで。はい、ありがとう。
ありがとう。あれ彼女いるの？彼女最近別れてしまいました。え、なんで？まあいろいろありました。どうしたの？どうしたの？いやちょっとなんか言いたくない、親に出るねって言っちゃって、うん、今聞いてると思うんでちょっと。なるほど。ああ。親に言っちゃったのか、スカロケ出るって。言っちゃいました。うわー、親の手前恋人との話深掘りされたくないわけね。うんうん。すいません。いいよ、話してくれて。無理です、無理です。冗談、冗談。そんな追い込みはかけないから。お父さん、お母さんも、ここのやりとりだけはなかったことにしてください、今の。どう？勉強は頑張れてる？頑張れてます。何学部とかあるの？医学部でリハビリの勉強をしています。医学部？はい。医学部だと、え、何年？あ、4年ですね。あ、4年なんだ。はい。で、リハビリの勉強していると。はい、将来的には何になるんですか？あの理学療法士っていうリハビリの人になります。うん、まあいつまでコロナが続くかわからないけども、うん、それでもコロナ関係なしにですね、そういうリハビリを、うちの親なんかも手術したりしてとかリハビリ通ってますけども、必要としてる人は数は変わらないと思いますのでお願いしますね。はい。うん、さあ、そしてね、今日はね、カラオケなんだけども、どうしてこれを応募しようと思ったわけ？僕が今、軽音楽部に入っていまして。軽音、あ、もうハードル自分で上げちゃう感じね。はい。はい。うん。1年生の時はライブができたんですけど、うん、2年生、3年生と全部なくなってしまって、うん、うん。ぜひ、ここで歌わせていただけたらなと思いました。勉強もちろん頑張りながらも、サークル活動だったりとかその他の文化活動をしながらがね、やっぱ学生生活の楽しみの一つだと思うし、あれなんだけど、そっか、全然活動できてないんだ。はい。悔しいね。悔しいですね。はい。歌い切っちゃったよ、ここで。じゃあ、はい、頑張ります。その軽音では何やってんの？ギターボーカルをやっています。出ました、ギターボーカル。ギターボーカルでモテるんだけども、彼女と別れたばかりです。もう言わないでください、はい、言わないでください。お父さん、お母さん、ここは追求しないであげてください。ということでございます、うん、今日は何歌ってくれんの？スーパーフライさんの愛を込めて花束を。あら、難しいというか、女性ボーカルの歌を。高いのかな、はい、この歌は。高いか、キーはどうなのかしら、うん、僕キーって概念がないから分かんないんだけど、はい、高いのこれ。高いですよ。声は出る。頑張って出したいと思います。誰に向けて歌う曲とか、どんな思いを込めてとかってある？そうですね、父の日も近いので、お父さんに向けてと、うん、そうですね、家族みんなに向けてちょっと歌いたいですね。父の日盛り上げてこう。例年盛り上がんないから、はい、週末だ、今度の日曜だ。え、今週の日曜？今度の日曜ですよ、20日ですよ。一言も今週話題に出なかったな。父の日ありがとうね、うん、はい、怪盗キッズが言ってくれてようやく僕も思い出しましたけども、じゃあまあ周りのね、お父さん含めてお世話になってる方々に、家族にも向けて、愛を込めて歌ってくださいよ。はい、いけますか？はい。今ちなみにどこ？今自宅です。一人暮らしの部屋です。松本の部屋ね。はい、 OK でございます。それではラジオネーム怪盗キッズによる一番カラオケ、歌っていただくのは父の日も近いので父にも向けて歌いたいと思いますということです。スーパーフライで愛を込めて花束を。二人で写真を撮ろう。いい声。懐かしいこの景色と、あの日と同じポーズで、おどけて見せてほしい。歌ってうまいタイプ。見上げる空の青さを、気まぐれに雲は流れ、綺麗なものは遠くにあるから綺麗なの。安定感。約束した通り、あなたと
ここに来られて本当によかったわ。うまい。この込み上がる気持ちが愛じゃないなら何が愛かわからないほど愛を込めて花束を大げさだけど受け取って理由なんて聞かないでよね。今だけ全て忘れて笑わないで受け止めて照れていないで。うーまーしびれた多分家で本来だったらね男性で歌ってて女性ボーカルだからもっとちょっと張り上げた方が高い声出やすいはずで、だけど部屋で周りの家の人のも気にしてんのかな、あんまり張り上げてないで軽やかにこれ歌ってたでしょ。はい、字が本当にうまいんだろうね。いや、ありがとうございます。だってあんまり声張ってないっしょ。そうですね、ちょっと下げちゃってるかもしれないです。いやもうさ、歌詞も最高よ、理由なんて聞かないでよねみたいなさ、理由何、逆に教えてって話、言っちゃうよって話、別れた理由、これどういうこと、本当に。いやーどうですか、歌ってみて。いやとっても緊張したんですけど楽しかったです。喋ってる声も渋いけど、歌ってる時の声もう一個渋くなるね。ありがとうございます。モテるな。モテます。モテるな、これ。モテます。確実にモテます。こういう歌うまい人はね、みんなでね、こうサークルとかでカラオケとか行くとね、それだけでね、もう後輩なんかが惚れたりするのよ。で、今そういう場所がないから、残念だったな。そうですね。すごいなんか、すごい最低な、コロナも含めて最低な言い回ししちゃった、今。いや、お父様にも伝わったでしょ。伝わったと思う。いや、マジでうまいわ。すっごいよかった、ステージが見えましたよ、歌ってる。いやかっちょいいよ、キッズさん。うん、お秘書とちょっと話す。あ、はい、うん、どうぞ。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当にいい歌声で。いや秘書に褒められるのはすごい嬉しいですね。秘書の声もあのとっても素敵な声なので。いやいや、ずっともうフルで歌ってもらえないかなぐらい思ってましたよ。いや嬉しいですね。うん、どんだけ練習したんですか。あ、なんか今日午後、なんか授業がズームだったので、ミュートにしながらやってました。ずっと。はい。それは褒めていいのか怒った方がいいのかわからないです。怒った方がいいよ。授業聞けちゃんと。すみません。本当だよ。俺はポジション的に怒らなきゃいけないんだから。はい。勉強せよ。はい、わかりました。最高。出てくれてありがとう、マジで。うん、ありがとうございます。うん。ラジオを聞いてる人にでもいいです。僕たちにでもいいです。もちろんね、お父さん含めたご家族の方でもいいです。別れた恋人にでもいいです。なんかラジオを通してメッセージ言いたいようであれば、最後にどうぞ。そうですね。梅雨入りもして、こう、ジメジメした日が続くと思うので、お二人の、こう、面白いトークで、こう、スカッとさせていただきたいです。わかりました。頑張れるように、たまにジメジメしちゃうんで、トークで。気をつけます、本当に。ということで、長野で聞いてくれてて、本当にありがとうね。はい、ありがとうございます。うん、そして、これからもよろしく。お願いします。お願い。そして、大学、楽しんでね。はい、ありがとうございます。うん。スカロケ一番絞り一番カラオケでは歌っていただける方を募集しています。スカイロケットカンパニーの公式ツイッターからアクセスしてください。出演していただいた方にはキリン一番絞り 350ml 缶ワンケース24本入りをプレゼントします。ご応募いただく際はぜひアーティスト名と曲名を書いて送ってください。たくさんのエントリーお待ちしています。そして毎週日曜日3時50分から浜崎美穂がお送りしているキリン一番搾り全国パーソナリティこれが私の一番美味しいリレー、こちらもぜひお楽しみください。スカロケ一番搾り、やっぱりビールは美味しい嬉しい、キリン一番搾りの提供でお送りしました。
Rocket Company。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ここからはゲストをお迎えしています。本日のゲストはお笑いコンビサバンナの高橋茂雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。以前この番組に実は出ていただいたこともありまして。あるやんな、1回ありますよね。そうなんです。それがでもだいぶ前、5年前の2016年の2月で、うん、寝かしすぎや。しかもこの番組は食べ頃逃すな俺の。すいません、はい、食べ頃ずっと続いてらっしゃると思います。はい、スペイン坂スタジオっていう渋谷のところでやってた時なんで、はいはいはい、そうやったっけ。だからなんか通ってる人がなんか見てくれてたような。そうですそうです、はい、それなんで数年経って出ていただける方も割とスタジオ変わってたりするんでリセットの方多いんですよ。あ、ね、だからほんまになんか久しぶりに来たというより初めて来たような感じ。はいはい、あと本部長の持続力すごいね。いやほんまにそうですね。え、いやありがたい。その僕も一応芸人辞めてて、うん、一応芸人は辞めてるけど、はい、そのこのここの本部長ではあられされるわけでしょ。そうです、その芸人辞めるときに、うん、一応この番組はマンボウヤシロとして芸人の時にやってたんで、うん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 、この番組終わるまではって話だったんですよ。はあ、はあはあはあ、芸人辞めるときに一応続けてる番組だけは表としてって言って、うんうんうん、そこからなんやかんやで5年くらいやってるんです。すごい継続力ですよ。だから、はい、おそらく先祖は、はい、お城の、はい、石を積んだりしてた人でしょ。それぐらいの継続力なかったら。ただ僕名字も家に城って書くんで。ほんまや、はい、石積んでたから。つながった。石積んでます今も。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お久しぶりということで、ゲストの方のプロフィール紹介をうちの秘書からさせていただきます。お願いします。京都府出身、同じ高校の柔道部で先輩後輩として出会った八木真澄さんと1994年4月にサバンナを結成、うん、1997年には第18回 ABC お笑い新人グランプリで優秀新人賞を獲得するなど。いやいやいや、もう M1 のこの吹き荒れる時代にの97年の優秀賞のプロフィールは消してほしいです。恥ずかしいです。関西地方を中心に活躍していましたが、はい、2009年には活動拠点を東京へと移されます。 その後はバラエティ番組をはじめラジオ、CM、ご自身の YouTube チャンネル、しげおチャンネルなど多方面でご活躍中です。ありがとうございます。なんかこんな丁寧にプロフィールを改めて紹介していただくと、なんか僕も東京出てきて12年経ったんやとか それも改めて思い出しますね。丁寧に相方の名前聞いたん、ほんま久しぶりやったわ。八木真澄さん。いやだからこの番組もこのシステムも僕もちょっと戸惑いあるというか、はあはあ、いやもうサバンナさんとかだったら、高橋さんだったらプロフィールいらんやろとも思うし。いや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 、それラジオ聞いていただいてて初めて聞くっていう人 もちろんおるでしょうから。いやだけど一昨日がゲストが八代亜紀さんだったんですよ。おお、八代亜紀さんのプロフィール紹介もやりますから、ね、そうなんですよ。俺これはちょっとこの番組少しいかれてるんだと。誰が来たらプロフィール紹介せえへんねんっていう話やな。はい、あ、過去あったっけ、言わないなって。いやどうですか、ないか、ないかもしれませんよね。誰でもやるんですよ。もし安倍元総理が来てもやるの。やると思う。安倍総理はなんか多分たっぷり逆にやるんだと思います。もっと細かく元首相でとか。はいはいはい、マスクを、小さめのマスクを出されたところで。それやらない。それやらない。目の前に来てやらないですそれは。ということなんですけど。いや、ありがとうございます。高橋さんといえば東京 FM のリスナーさん的にはですね、ヤバい音楽研究所ということでグランジの遠山くんと一緒に。そうなんですよ、やってたんですよ。んで、はい、その今はもう誰も覚えてないこの番組なんですけど、これヤバい音楽研究所っていう番組やってたんですけど、はい、これの唯一の自慢が、はい、その番組のナレーションを、はい、今をときめくヒゲダンのボーカルのサトシ君がやってたの、はい、その時は今ほどバズってない。いや もちろんまだメジャーデビューもしてない時です。ほんでそのヤバい音楽研究所っていう番組が始まって、はい、いっちゃん最初にスタジオで誰か音楽番組なんでミュージシャンの人呼んでライブやるんやったら、
もうせっかくやし、このナレーションやってくれてるサトシ君のバンド呼んであげようや、はい、呼んであげようややで、はいはいはい、チャンスあげようや、チャンスあげようや言ってほんでスタジオに来て、はい、スタジオで4人でライブやってくれたんや、はあ、東京 FM のスタジオでアコースティックセッションみたいな感じでやってくれて、はいはい、超かっこいいなと思って、はい、その都市かなんかの東京 FM の入り口入ってきたところに小冊子みたいなのありませんやん、今月の、はいはい、タイムテーブル、タイムテーブルみたいなのをヤバオンでやらせてもらって、はい、そこでインタビュー受けて、今年来ると思うアーティストは誰ですかって言われて、はい、オフィシャルヒゲダンディズムって答えてんのよ俺は、はいはい、でオフィシャルヒゲダンディズムが売れへんかったらもう僕は音楽について一生語りませんって言ってたのすごい、はい、ぐらい押しててん、はいはい、それにしても売れすぎやろって行き過ぎだろってほんまにだからいろんな人が売れていく様見てきたけど、はい、芸人になってから、はい、M1 取って急にバーンっていく人も見てきたし、はいはい、一発芸で、はい、一世を風靡して、はい、流行語を取ってきた芸人も見てきたけど、はい、それの風速をはるかに上回るもん見たなって感じは、とんでもじゃあ高速でバーンといってで落ちないじゃないですか、うん、もう落ちひんよ。だからうちの番組にもしヒゲダンがゲストで来たとしたら、このヤバい音楽研究所のナレーションはプロフィールに入ってないですよね。え、黒歴史なんですか黒なの。おそらく事務所がもう削除してると思いますけど言ってくれよ頼むから今週のスカイロケットカンパニーは極上レディオバケーションと題しまして、上手に現実逃避するためのヒントをゲストの皆さんにお伺いしております。まあ、コロナ禍ということでなかなか旅行に行けない方も多いという、はい、ことでして、そういう一週間になってるんですけども、サバンナ高橋さんといえばですね、ご自身の YouTube チャンネルしげおチャンネルでサウナを建てるという、建てるんですか、これだから、はい、サウナを建てるってなんやねんっていう話なんですけど、はい、東京のねサウナにまあいつも普段は行くじゃないですか、はい、空前のサウナブームが巻き起こってまして、はい、サウナがめちゃくちゃ混んでるんですよ今、はいはいはい、でサウナ室の前に裸のおっさんが行列してるんですよ。これの過酷さこの行列の過酷さはタワーオブテラーをはるかに超えてると言われてます嘘ですよ、本当にあの急降下を超えるんですかこんなに過酷な行列あるのか待ってられへんわってなるんで、はい、なんか自分のサウナがモテたらいいなってふわっと思ったんよ。あのサウナが田中克樹さんの漫画がドラマになってめちゃくちゃ流行ったじゃないですか、はい、そうそうそうやね。高橋さんはその前からサウナは好きだったんですか。僕はサウナにハマり出したのは18年ぐらい前かな。歴史が星野監督時代の阪神タイガースがあれいつぐらいだっけとしか思わないっす相当前でしょ阪神が急に強くなったんですね、はいはいはい、阪神が急に強くなって、当時僕大阪に住んでて阪神好きやって、はい、阪神戦見ながらなんかないかってなって、はい、メシアで見るのもちょっと難しいな、はいはい、あそういえば清水湯っていう風呂屋のサウナ室にテレビあるから、そのサウナを見ながら阪神応援しようかって言ってサウナ行ったんですよ、はい、なら今までもサウナ入ったことあったんですけど、その暑さの限界を超えることができなかったんですけど、はい、阪神の攻撃をサウナで見て守備を水風呂で迎えるっていうバイオリズムを迎えた時に、思った以上に阪神打線がつながるぐらいやから倒れますよ、限界を超えるわけよそこで。いやそうですよ、でなんとなくね全員のおっさんたちがそのバイオリズムで一緒のように動いてるわけ。なるほど、はい、大阪の人みんな阪神好きなんで、ほんで斜め前に座ってるおっちゃんが、赤星もう打つなこれがだからもう人間の限界を迎えたよね。いやいや応援の仕方として多分間違ってるんですよ。間違ってる、確かに本末転倒というか、なるべく長引いてほしくなくなってるわけじゃないですか。もう打つなって言って、そこからその清水湯っていうサウナのね水風呂が、はい、今となってはもう日本でも相当有数の水風呂なんですよ、はい、広さといい、はい、水の綺麗さといい、はい、でそこにバンって頭から入った時に、はい、なんかいわゆる今で言うみんなが言う整うっていう状態に近いものをバンって感じて、はい、僕は当時は仕上がるって言ってたんですけど、はい、惜しいですよめちゃくちゃ仕上がったわってなって、そっからもうその清水湯のロッカーを年間契約結んで、はい、へえ、そこの、 あのロッカーを年間契約吉本で結んでんのは、
何を隠そう僕と大崎会長の2人だけなんですよ。すごい話ですね。会長がそこに契約してたんですか。大崎会長昔からサウナが好きで、へえ。でその大崎会長の上のロッカー借りるわけにいかんから、はい、下のロッカー久しぶりにそこも気使ったんですね。そらもうその当時社長やったかな大崎さん。まだ会長になる前ですね、うん、はい、でロッカー年間ロッカー借りて、はい、毎日行ってたもん大阪の時から。ほんで東京に来てからも、はい、うん、その東京に最初に引っ越す時に、はい、近所に僕はそのサウナがあるお風呂屋さんがないと無理やったんで、はいはい、不動産屋さんにその条件で物件探してもらって、はい、目黒の、油麺っていう交差点の近所のマンション、はいはい、で中見て物件はいいっす、ただちょっと近所のそのサウナどんな感じかだけ見たいですって言って、はい、俺多分これ俺しかやったことないと思う。不動産屋と一緒に近所の風呂屋の内見行ったからね。サウナの。はい。で、一緒に風呂入って、サウナ室見て。うん、不動産屋さんとですか？うん。いいっすね、ここ。とか言って。よく入ってくれましたね。高橋さんだけでいいじゃないですか、冷静に考えたら。一人で見てこいって話したんだけど。はいはいはい。で、そっからまあ、東京のサウナもずっと行ってんねんけど、その、はい、いわゆる、ブームによって。はい。混み始めたっていうのでサウナ建てたいなっていう。どの辺に建てようと思ってるんですか。これだから何サウナを建てるってなるやん。はいはい。でこれの計画っていうのは東京から1時間40分か50分、まあ2時間いかへんぐらいの距離のとこに人が住んでへん空き家を買って、はい、でその空き家の庭に、はい、あの北欧から輸入した木を組み立てるだけでできる、はい、サウナがあるのよ、はい、これをそこにドンと置いて、はい、水風呂作るっていう計画なんですよ。はい、むちゃくちゃ本格的というか。でこれお金どれぐらいでやると思う。ちょっと待ってくださいよ。だってまず一軒家土地付きのところを買うってことですよね。そうです、東京から2時間弱のところに、はいはい、で北欧から取り寄せるんですよね、はい、で水風呂を作るんですよ、はい、1000万ぐらいですか。一応僕の想定総予算は800万ぐらい、はい、あ、これクラウドファンディングとかでやるってことですか。うん、自分の全部持ち出しで作るんですか。作ろうと思って計画を練って、はい、まあ、こういろいろ動いてるところだけど、はい、で YouTube でそれを追っかけてる状態ですか。そうそうそう、まあ、一応 YouTube でもうそれ流してて、はいはい、で空き家を見つけるってなってもどうやって探したらええねんってなるんですか、はいはいはい、ほんなら空き家活用株式会社っていうところの、はい、和田さんっていう人を、はい、後輩のシャンプーハットっていうコンビの哲司が、はいはい、それこそクラウドファンディングで空き家を改装するっていう企画をやってて、はい、空き家を探す会社の和田さんを紹介してくれたわけ、はい、で和田さんにここで別荘みたいなのを買ってサウナ作ってみたい、はい、でもそんなにお金ないです僕は、はい、じゃあ分かりましたって探してもらったら、はい、とりあえず物件の候補が見つかりました。なので一緒に見に行きましょうって言って見に行くことになって、でまず1軒目の物件が東京から1時間半で行けるって聞いてたけど大渋滞に巻き込まれて3時間かかったんですよ、はい、うわ遠い。その時点でもう何やそれって話やん。日によって3時間ですからね。でまあ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 でも一回見ようかって言ってみたら、はい、その物件の前にそこの自治体の方が来てくれてるんですよ、はい、でここですってでバーンって見たらまずでっかい畑あるんですよ、はい、いらんやん畑俺サウナ作りたいキュウリ作りたい言うてへん。そうですね、なんで畑あんねん。まあでもまあ邪魔にはなれへんから、まあ、まあ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 と思って、はい、でじゃあ一回中見してもらっていいですかって言ったら、はい、その自治体の人が「え中見るんですか？見るやんそんな3時間もかけてきてんねんか見ずに帰る人おる？」って言って畑だけ見て、ほんで2軒目、はい、その同じ土地場所の地域のところもう1軒見に行ったら、はい、めちゃくちゃでかい庭がある古民家やって、はいはいはい、いいですね古民家、古民家いいやん、はい、で中入ったらもう足震えるぐらいボロボロ、もう中入っていかれへんぐらい、でえってなってもう怖ってなって電気ももちろんつかへんし、はい、でなんか怖いのが
部屋の壁に海外の画家が描いた振り返りバレリーナの絵が飾ったんだ。怖いやん、振り返りバレリーナの絵。ほんでテーブルの上にわら包みの納豆あるじゃないですか、はい、ああいうのに呪いのわら人形とかを打ち付けるときにやるような杭みたいな納豆のバラに刺さってるやつとかあんねん。刺さしとけよってことよ。これえ納豆に何されたらこの子すんのみたいな。粘りで足持ってかれて何かになったんかみたいな。でも衝撃やなと思って。でもそこはなんか木の張りとかは古民家としてすごい価値があるらしいねんけど、はい、でも僕じゃないですこれは、うんうん、ってなって、でそれを YouTube で一回公開したらおかんから長文の LINE 来て、はい、しげよサウナについてよく考えた方がいいわよ。いや俺何歳やねんと思って40超えて40超えてさあお聞きいただいてるのは本日のゲストサバンナの高橋しげおさんのリクエストでございます。東京スカパラダイスオーケストラでめでたしソングフィーチャリング室強しさんでございます。こちらどうしてでしょうか。これね、はい、室さんが毎年室式っていう舞台やられてるんですけど、はいはい、それがだから2020年中止になって、で今年やるってなって、読売ランドの野外にトラックでステージ組んでやるって、はい、とんでもない話だなそれと思って、はい、見に行かせてもらったんですよ、はい、でそのね室敷学芸会っていうのが、はい、コロナ禍に見たエンタメの中で一番おもろかったよ。もうなんか、はい、野外の使い方とか照明の使い方とか、ほんで音楽の使い方とか超いい、よくこんなアイデアものにしたなみたいな、大感動したんです。それの主題歌がこの曲で、はい、このためにスカパラさんが書き下ろして、はぁ、でそのお笑いとかお芝居とかそういうジャンルももうぶっ壊れてる感じですか。うん、だから迷ったよ、コロナ禍でエンタメの中で一番これか、はい、しおりエクスペリエンスって漫画のどっちかやねんけど、はいはい、でももうこれはねもう笑いありで、なんか途中グッと来すぎて泣けてくる。ほんで、そうすか、野外のステージで、はい、前説をムロさんがやるんですよ。あんまり言うとネタバレになるんですけど、はい、で室さんがもしかしたら7時半ぐらいからポツポツ雨が降るかもしれないんで、ぜひカッパを着てください、カッパを一人ずつに配って、ね、はい、雨がっぱで、あでもまあまあ降ったら着ようと思って、でほんで室さんがまた出てきてカッパをぜひ着てください、はいはい、めちゃめちゃカッパをしてくるから、うん、俺あ室さんこれ演出なのよ、はいはい、途中で客席に水ぶちまけたりするのね、はい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 、じゃあ来ますわってカッパ来て、2時間ぐらいのステージ見たんですけど、はい、ただの室さんのホスピタリティでしたちょっとカッパ何も使えへんかったわ。どんなサプライズがあるのかと思って聞いてたらただの室さん優しいしてやってんな2回もわざわざ来た方がいいよ多分今後映像化とかされると思うんで、はい、ぜひ見てほしいなと思います。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ見たいです。さあということでお時間となりました。サバンナ高橋さんをもっと知りたいという方はどうしたらよろしいでしょうか。どうしたらいいでしょう。これは SNS で今後の活動を含めチェックしていただいたり、そうですね、はい、ライブをねずっとやってたのよ、はい、ほうれん草の会っていう一人しゃべりのライブやってたんですけど、それもコロナになって人数制限やってるからずっとやってなくて、それももうちょっとしたら再開したいなと思ってますし、はい、YouTube でもなんかさっきのサウナのお話の続きなんかも公開してますんで、よかったらぜひ、見てください。ありがとうございます。それでは最後になりました、ラジオの前のリスナー社員に一言お願いいたします。サウナの行列は本当に辛いので皆さん気をつけましょう本日のゲストサバンナの高橋しげおさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあスペシャルウィーク最終日の今日はですね、
昨日までとは変わりまして旅行券をですね1名様に5万円分プレゼントとなっております。はい、さあその一人勝ち一人占めを達成したのは誰なんでしょうか。東京都26歳男性会社員のバタフライエフェクトさん。はいはい、水泳やってたっていう、さっきツイッターでもつぶやいてくれておりましたけども、あ、なるほど、読まれた中からという感じになりましたということ。初書き込みじゃなかった、初投稿でしたよ。そうなんです、初投稿5万円おめでとうございます。東京 FM より生放送スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。記者の浜崎美穂です。引き続き東京 FM でお楽しみください。さあということでお聞きいただいているのは今月のスカレコ社員の歌、変態紳士クラブでグッド&バッドでございます。さあスペシャルウィークスカロケ的には4日間月曜から木曜が終了という形になりました。毎日いろいろなことが起きましたので、気になった方はラジコの方で聞いていただけたらなと思いますし、明日はオーディの方の10日もございます。そしてですね、来週月曜日のスカイロケットカンパニーは、競馬の日本ダービーで僕がちょっと勝たせてもらったということで還元セールをリスナーさんにやらせていただきますんで、ということでございます。緊急事態宣言後どうなるかあれですけども、素敵な週末をお過ごしください。それでは本部長、今日も一日お疲れ様でした。